どうもクラフターの皆さん、遥か天空からこんにちは。これは視聴者よりも自分の方が偉いということを示唆しています。かしこじつけ炎上やめて、まあ実際にそう思ってるんだけどさ。おいゴミクズ。ライベータ式天空 TT を作成した。最初は軽くそれの紹介から。脇層は2列のが並んでる形だな。クロック回路と水で敵を流す。処理層が特に頑張った TT になってて、左のレバーでハート 0.5 にできる。細かな仕組みは面倒だから省くが、ホッパー式クロックでの調整だな。いろんな TT の機種組み合わせたハイブリッド TT、正直もっと効率いいのはありそう。制作者がそれ言ったら終わり。経験値で言えば今はアレイ式最強だし、ただまあ優秀なのは事実。10分ぐらいで30レベいく感じだな。あとは左の方のレバーをオンにしておけば、アイテム TT にも変化する。とりあえず TT 紹介はこんな感じだな。そしたらですね、今回は、前回最後の絶望をなんとかしたい。古代都市火事型の問題だな。神社にお祈りでも行くのか？祈ってる暇があったら古代都市探した方が建設的。その結果高校受験でインフルかかったんだよな。むしろその事実が神がいない証明。ギーツ以外の神は信じないから。で、アビドス高等学校近辺、雪山がある。ここなら多分都市ある。雪山とか山に生成されやすいらしいよな。侵食地が低い場所にあるらしい。なお侵食地が何かはよくわかってない。この時までずっとアビドスの存在は秘密にしてたんだけど、セミハラは変えられないからね。プニチョコさんにだけ教えて探索。拠点付近に砂漠があればそこでもよかったんだけどね。雪山の真下、果たしてあるのか？一発で見つかったわ。ディープダーク。マジで雪山下よくあるんだな。この撮影の前日にヒルアンドンさんが、1日ぐらい使って見つかってなかった。ちょっと申し訳ない感あるな。ただまあここからが本番。これがあっても都市確定ではない。ディープダークが結構レアな上で、そこに古代都市があるかも確率。そして挙句そこから 1% の火事型。運命の糸くんもこれにはびっくり。結構いい勝負かもしれないな。しかもディープダーク探索って暴電が邪魔だし、目星に撃ってくるのほんと厄介。それオペレーターの暴電では？ VR にマインクラフトがあるんだけど、暴電に襲われたら多分マジで発狂する。軽いホラーよりホラーだよなあいつ。松明の設置音でも反応しちゃうからね。暗視のポーションで付近を探索。暗視あれば安心だな。左奥、古代都市を発見した。これ、ギーツ神のカゴです。創生の力で生成された都市？まあ、1% が出るかが問題なんだけど、とりあえずヒルアンドンさんに DM しとこ。それはただの煽りなのでは？古代都市はマルチで探索すると楽しい。アビ教官になるのが楽しい。一人が音出しちゃって的な。一個発見できただけでも大前進。連鎖で見つかりまくったりしないかな？ぷよぷよみたいなシステムないから。この撮影をしてるのが、サーバー日数の折り返し地点。そろそろ都市ないとまずかったな。1%ってソシャゲのピックアップ？古代都市チェスト2000連ガチャしろ。そしたらとりあえずこの近くに拠点作って、まだ雪山は広い。ワンチャン2個目狙う。古代都市同士は結構近くにあったりする。ワンチャンこの辺にもう一個あるかもな。うおお、真下掘りするんじゃなかった。真下掘り古代都市ダイブ。道頓堀ダイブの6倍危険。古代都市はセーヌ川だった。これ、別の古代都市っぽくない？さっきのとこから離れて掘ってる。ワンチャン別のでもおかしくないか？プニチョコさんに上から水流してもらって、離脱。そして上から様子見。いやもうほら、どう見ても、さっきのとは別の古代都市じゃん。って通話時は盛り上がってたんだが、後で確認したらさっきのと同じとこだった。どっからどう見てもとは？盲目のポーション効果受けてたかも。確率 1%、2個あっても余裕で出ないだろうし、一応この後も探したんだけど、さすがに見つからず、一時撤退。まあマジで1個あるだけで気が楽だからな。最初の1つ目はマジ重要なんだぜ。それでまあ撮影時系列の都合、アビドス高等学校建築中、こうやってこまめに作ってたんだよな。大型建築は何回かに分けた方が楽。私の場合建築苦手すぎて作ってる途中で飽きる問題もあるし、よくそんなで完成までいけたな。アビドス山椒が噛みすぎたよね。超シリアスな感じから始まったアビドス山椒。まず外を眺める星の久々すぎてなんか安心したわ。限界加工分マジで年単位ぶりかも。対策委員会山椒も読み直したい。次のメインは何が来るかな。個人的にはデカブラマトン変的なの来ると予想。アイン、トフ、オールオメインの敵って感。この動画、マイクラで合ってるか？いいえ、ブルアカを語ろうです。今回は、久々に限界か。楽しいねこれや。え、何この音。ピグリンの鳴き声っぽいが、明確におかしいよなこれ。ピグリン暴走形態に入ってる。限界化してたさっきのお前。客観的に見るとこうってこと？いやこんなうるさくはなかったと思うんだ。音量の感染でピグリンの勝利。このバグ、ちょいちょい起きるらしいな。こんな謎バグがちょいちょい起きるの？何のデメリットもないしセーフ。
金が崩壊しそうっていうデメリットが、腹筋崩壊太郎に改名しろ。そして機関、ダイヤ防具に延長したい。ネザライトあるしダイヤいらなくね。バカねマリサ、2セット目を作るに決まってる。その分のネザライト他の人にあげろ。今着てる防具がベータアーマー。水中特化のアルファアーマーを作る。水中がアルファなのはポケモン意識。なら耐火防具はつまり、と。いつの間にまた建造物増えてる。マグマ無限製造機があった場所が、鍛冶屋的な感じの建物になってるな。ニコタマさん作らしい。めっちゃオシャレ。建築センスは何円で買えますか？こちらプライスレスとなっております。マジでマルチやってるとほんと。他の方の建築すごいってなる。自分でやってうまくいかないまでがテンプレ。再現が私の限界だよ。お金で買えない価値がある。アメリカンエキスプレス。今の時代は JCB 作るべき。一体何の用途なんですかねー。と。おにゃさんが作ってたドット絵、いつの間に完成してる。紹介するには最悪の天候。晴れの日に改めて紹介するわ。全員めっちゃクオリティ高い。ってことで TT で経験値貯めて、2セット目のネザライト完成。ラキスで模様つけたんだな。水中系延長を全部つけたアルファ装備。海底神殿に近々行く予定がある。逆にそれ以降は使わないと。まあそういうことになっちゃうわね。防具完成。拠点に帰還。中にスカイさんとエンカウント。モンスターみたいな言い方やめろ。トラップカード。オープン。落とし穴。嫌がらせにも程がある。めっちゃマグマ近かったじゃねえか。思ってたよりも危なかった。結果的に落ちなかったからセーフです。いいアウトです。やばいシンプル F ワードだ。悪意はなかったんです。落としたいっていう好奇心があっただけ。好奇心はコラボ相手を殺す。殺意を感じるから一旦逃げよっと。殺されるべきなのでは？私、死にたくないから。殺しかけて何言ってんだこいつ。ジョビさんが作った裏道が、こんなところで生きるとは思わなかった。逃走用の経路だったのか。脱獄物の映画とかでもあるじゃん。秘密の通路で逃げ出すみたいな展開。壮大な伏線回収だったのか。うまく、巻いたようだ。この動画映画逃走中並みに面白いな。それで出来上がったアルファ防具を、拠点地下の隠し部屋に飾ってる。今後防具がもうちょっと増える予定。イメージはアイアンマンの格納庫。かっこいいはかっこいいが、古代の残骸何個必要なんだこれ。気合、根性、やれば、できる。足りなかったら黒川防具でごまかす。ごまかしきれるわけなさすぎる。耐火と爆破耐性は絶対作りたい。特に校舎はやりたいことがある。機械たついでにハンマーを取り出してきた。特に理由はない。理由はないんだけど、ちょっとチョビさんに来てもらった。取り出した時点で理由が明確。やっべ、当たらなかった。失敗ダイジェスト作る羽目になるか？おらー、改めてもう一発。やばいこれダイジェスト必要かも。まあ落ちながら殴るのは難しくはあるな。あれ、グニスケさん、真下に来たのって不利ですか？理不尽な暴力がグニスケさんを襲う。いやだって、真下に来たらそりゃもうね。ゴルゴ13。私の下には立つな。まあ殺しちゃって申し訳ないから。そういう感情はあるんだなお前にも。グニスケさんにハンマーレンタル、どうぞお納めください。右のキル数ヤバすぎだろお前。半分以上はプニチョコさんらしい。それでスカイさんの家がチョビさんの家と繋がったらしい。チョビさんとグニスケさんの家は前から繋がってたよな。ということでグニスケさんの家側に誘導して、上に人影が見えたような。よし、完璧な作戦だった。最悪な作戦だっただろ。前回ゲットしたそのメイス、今のとこ人ばっか殺してないか？この使い方が一番楽しい。霊夢さん、そのメイス、しばらく封印でお願いします。こんな楽しいおもちゃをなんで？だからだよバカ。まあ、そうね、一旦地下のチェストに封印しとくわ。来たるべき時に使ってくれ。プニチョコさんが真下にいる時とか？封印じゃなく捨てた方がいいか？わかった。しばらく使わないから、まあそもそも普段使い向きではないし、貴重すぎてロストもできないし、ほんとたまに使うのがベストだな。そしたら今回はこの辺で、1パートで封印となったメイスくん。お前の使い方が主に悪い。それではご視聴ありがとうございました。